はい、ロジック 10.1 の解説引き続き進めていきたいと思います。前回はですね、MIDI を中心にお届けしましたけども、もう一つですね、MIDI の機能いってみたいと思います。まずですね、この部分クリックしていただきますと、ノートリピートとスポット消去、この2つが追加されています。まずこのノートリピートをクリックして点灯させます。この状態でですね、もう MIDI の鍵盤を押すとですね、このノートリピートという言葉通りですね、鍵盤を押しっぱなしにしているだけでそのリズムをつけてくれるというものです。今ですね、16分音符になっていますので、16分音符で演奏されると、32分はこんな感じとなります。そしてこちらベロシティ、今演奏した順となっていますけども、これはですね、もう押した鍵盤の強さによってベロシティが変わるよというものですね。これをですね、数字で指定することもできます。この場合はですね、強く弾いても弱く弾いても絶対にこう14っていうベロシティで記録されると。そして最後ゲートなんですけども、これは音の長さですね。今この長さをもう少しですね、短いノリにしたいという時はこれを下げていけばこんな感じになります。実際にこれ録音してみますと、こういった感じですね。そしてこの部分すごくいいなと思ったところなんですけども、通常今のようにですね、伸ばしでレコーディングした場合、記録されるMIDIの音はですね、伸ばしで入ってしまうことが多いんですけども、これがですね、しっかりと16部で刻まれている。で、この後ですね、好きなようにアレンジを行うこともできますので、このあたり非常に利便性が高いんじゃないかなと思います。そしてですね、この三角形の部分クリックしていただきますと、さらに詳細をコントロールすることができます。MIDI キーボードについているこのモジュレーションホイールだったりとか、ピッチベンド、そしてですね、鍵盤を強く押した時に発動するプレッシャー、このあたりですね、長さや音符を切り替えることができるようになっております。例えばモジュレーションホイールをオンにしてですね、このように演奏しっぱなし、そしてモジュレーションホイールをいじると速くなったりですね、そういう使い方ができます。そしておすすめなのがこのキーリモートというものですね。こちら点灯させますと、こんな感じですね、キースイッチの容量でですね、音符、そして長さ、そしてこのオンオフですね、切り替えることができます。実際にこれ鍵盤でコントロールできるんですけども、クリックでもですね、こう変えることができますので、今クリックでやってみましょうか。8部をクリックしますと、演奏が8部と16部、60みたいな形ですね。この点がドット、要は不点四部ですね。そしてこの T がトリプル、3連になりますね。それで長さ 10%、90%。こういうような切り替えができます。これですね、リアルタイムのライブパフォーマンスなんかでも活躍するんじゃないかなと思います。そしてその次、スポット消去というものがありまして、これはですね、これを点灯させて、普通に再生してですね、消したい音程を押しておくことによって、その部分を消せるというものです。例えば今 C3 ですね。これを再生させながら押しておくことで、こんな感じで消すことができます。これ今全部消したんですけども、この部分だけ消したいという時はですね、そこの部分に来たら鍵盤を押すと、そしてその部分が終わったら鍵盤を離せばですね、その部分だけが削除されるという仕組みになっております。それではこの MIDI から抜けまして、次ですね、オートメーション、こちらについて解説をしていきます。まず A キーを押してオートメーションを表示させます。こう見ていただきますと、ここトラックになっています。もう一度クリックしますと、こちらリージョンになります。今回追加されたのがこのリージョンというものですね。例えばこのようにですね、複数のリージョンがあったとします。このリージョンというパラメータにしておくことでですね、このリージョンのみにですね、個別にオートメーションをかけてしまうというものです。またリージョンをですね、このように細かく分けてしまえばですね、それぞれに対してこのように細かなオートメーションを書くことができます。もちろん今ボリュームなんですけども、パンだったりとかですね、あらゆるものをリージョン別で調整することができます。それでは一回これをですね、トラックに戻しまして、よくあるのがですね、こうボーカルに対してオートメーションを書いてたと。この場合ですね、フェーダーが固定されてしまいますので、上げたいとしてもですね、こんな感じで元々のものに戻ってしまいます。これ非常によくあるんですけども、こんな時に使用していただきたいのがですね、このトリムというものを追加されています。まずトリムを選択します。そしてですね、このオートメーションタッチに変えます。ここ見ていただきますと T タッチに変わります。これトリムタッチの略ですね。この状態でこうフェーダーを上げることによって、このカーブを保ったまま全体を上げたり、逆にですね、こう下げたりすることができます。このあたりは非常に便利になっているかと思いますね。またちょっと注意点がありまして、例えばこの再生バーですね、途中にあったとします。この再生バーから後ろですね、これに関しては適用されませんので、ここに注意していただきたいと思います。逆にですね、これを利用して、ここのオートメーションは変えずに、ここだけ変えたいということも可能になっています。そして次、エフェクトに入っていきたいんですけども、こちらコンプレッサーですね。この見た目が相当変わっていますね。実際こう、モードを切り替えられるというところはですね、前回のコンプレッサーもあったんですけども、かなりですね、視覚的にも分かりやすくなっているかと思います。それぞれですね、実機がありまして、それをシミュレートしているといった形で、かなりですね、癖が変わりますので、このあたりですね、切り替えてみるのも面白いかと思います。
そしてプラグインつながりでですね、こちらも非常に便利です。上メニュー Logic Pro ですね、環境設定の方行っていただきまして、このプラグインマネージャー、こちらにですね、使用できるエフェクトすべて並んでいます。メーカー順とですね、このカテゴリー別となっています。これに対してご自身の設定もですね、追加できるようになっています。どういうことかと言いますと、このプラスボタンを押してですね、フォルダを追加できます。ここにですね、例えばマイセットと入れまして、別途このように購入しているものをですね、ドラッグ&ドロップで入れたりとか、もしくはロジック純正のですね、プラグインもこんな感じで追加することができます。追加した後完了していただければ、ここにですね、今登録したものがですね、出てますので、お気に入りをこのようにまとめておいてですね、素早く適用する、こういうこともできてしまいます。登録ですね、ちょっと手間かもしれないんですけども、一度やってしまえばずっと使えますので、ぜひこのあたり活用していただけたらと思います。そしてシンセサイザーのこのレトロシンセ、様々なですね、形式に対応したシンセサイザーなんですけども、この中にテーブルというものがありまして、この部分をクリックしていただきますと、こう、オーディオファイルからですね、シンセサイザーの音を作れてしまうというものです。そしてですね、このクリエイトウェブテーブルというものをクリックしていただきますと、ご自身で用意されたオーディオファイルなんかもですね、読み込めてしまいますので、音作りの幅がですね、さらに広がるかと思います。といった感じでですね、2回にわたって Logic 10.1 の新機能を解説してきました。今回のアップデートはですね、10をお持ちの方は無料でできてしまいますので、ぜひアップデートしていただいてお楽しみいただければと思います。といった感じで解説を終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。